マヤ文明。マヤ文明は、メキシコの南東部、グアテマラ、ベリーズなど、いわゆるマヤ地域を中心として栄えた文明。メソアメリカ文明に数えられる。また、高度に発達したマヤ文字を持つ文明でもあった。マヤ文明の栄えたマヤ地域は、北から順に、マヤ定地北部、マヤ定地南部、マヤ高地の3地域に分かれている。マヤ定地北部は、 現在のユカタン半島北部にあたり、乾燥したサバナ気候であり、またほとんど河川が存在しないため、生活用水は主に、セノーテと呼ばれる泉に頼っている。マヤ定地北部は800年頃から、繁栄期に入り、ウシュマルやチチェニーツァ、マヤパンなどの都市が繁栄した。中でも最も乾燥している、北西部においては、塩が塩田によって大量に生産され、 この地域の主要交易品となっていた。現在のチアパス州北部からグアテマラ北部のペテンボンチ、ベリーズ周辺にあたるマヤテ地チ南部は最も古くから栄えた地域で、紀元前900年頃からいくつもの大都市が生水を繰り返した。気候としては、熱帯雨林気候に属し、いくつかの大河川が存在したものの、都市は河川のあまり存在しない場所にも建設されていた。 公益品としては、カカオ豆などの熱帯雨林の産物を主としていた。この地域は、古典期まで、マヤ文明の中心地域として栄え、8世紀には絶頂を迎えたものの、9世紀に入ると急速に衰退し、繁栄は、マヤテ地北部やマヤ高地へと移った。現在のチアパス州南部から、グアテマラ高地、ホンジュラス西部、エルサルバドル西部にあたるマヤ高地は、 標高が高く冷凉で、起伏は多いが、火山灰土壌による肥沃な土地に恵まれ、多くの都市が建設された。マヤ文明において、最も重要な資材である黒曜石は、マヤうちではこの地方にしか産出せず、この地方の主力交益品となっていた。定地と異なり、建築物は火山からの噴出物、軽石などと粘土を練り合わせた材料で作っていた。 雷なる冬のように先古天気から発達した都市があったが古天気の定地マヤの初都市に見られるような石の建造物や石碑が発達しなかったためこの地域の歴史には今も不明な点が多いこの時期マヤ高地においては河原家が使用されていたもののマヤ定置においては未だ河原家が使用されない程度の文化水準となっていた紀元前1000年以降になるといわゆる 中部地域で土器が使用されるようになり、間もなく文明が急速に成長し始めた。ナクベやティカルなどの都市に居住が始まったのもこの頃である。紀元前400年以降、千古天気候期に入ると都市の大規模化が起こり、ゲンベリーズのラマナイ、グアテマラのペテンテ地チに、ティカル、ワシャクトゥン、エルミラドール、ナクベ、カラクムルなどの都市が大きく成長した。 100年から250年頃にかけては、大変動期にあたり、エルミラドールやナクベといった大都市が放棄され、他にも多くの都市が衰退していった。こうした変動の中で、ティカルとカラクムルは大都市として生き残り、次の古典期における大国として、勢力を拡大していった。開花期の古典期、AD250 年から550年には、ティカル、 カラクムルなどの大都市国家の君主が優越王として軍省都市国家を従えて覇権を争った。優越王であるティカルとカラクムルの王は軍省都市国家の王の即位を貢献したり後継争いに介入することで勢力を維持した。各都市では巨大な階段式基段を伴うピラミッド神殿が築かれ王朝の歴史を表す石碑が盛んに刻まれた。 378年頃には、メキシコ中央高原のテオティワ間の影響が、ヒカルやコパンナマヤテ地南部のいくつかの都市に見られ、この時期に、テオティワ間から一部勢力がマヤに影響力を行使したことが伺える。ただしこうした影響は短期間にとどまり、やがて地元の文化と融合していった。古典期後期、AD550 年から830年には、 大都市のカラクムルやティカルの他にも多くの小都市国家が発展した。この頃の大勢力としては、マヤテイチ北西部のウシュマル、北東部のコバー、マヤテイチ南部では、西からパレンケ、ヤシチラン、カラクムル、ティカル、ペカン、そして南東部に離れたところにあるコパンなどが挙げられる。また、マヤテイチには、エズナやカラコル、アグアテカといった中小都市も多く存在し、 工房を繰り返していた。8世紀は、マヤ文化の絶頂期であると言える。マヤ文明の人口は最大1000万人の住民と推定されている。この木の壮麗な建築物、石彫り石細工土器などの作品に、マヤ文化の豊かな芸術性が伺える。また、天体観測に基づく暦の計算や、文字記録も発達し、樹皮を材料とした絵文書が作られた。 碑文に刻まれた王たちの辞席や碑文の年号表記などから歴史の保存には高い関心を持っていたこと推測できる。通称ではメキシコ中央部の各地や沿岸地方とも交渉を持ち、いくつかの商業都市も生まれた。旧世紀頃から中部地域のマヤの諸都市国家は次々と連鎖的に衰退していった。原因は、など有力な説だけでも多数ある。 しかし、原因は一つでなくいくつもの要因が複合したと考えられている。また、古典気候期の終わり頃の人骨に栄養失調の傾向があったことが判明している。焼き綿、ミルパの法や漆喰を作るための森林伐採により、自力が減少して、食料不足や薬病の流行が起こり、さらにそれによる支配階層の権威の失墜と、 少ない資源をめぐって激化した戦争が衰退の主な原因と考えられている。一方、古典気候期から、ユカタン半島北部などを含む北部地域で、ウシュマル、チチェン、イッツァなどに、プーク式の壁面装飾が美しい建物が多く、築かれた跡があったことから、文明の重心が、マヤテイチ南部から北部へと移ったと推測されている。ご古典気 AD950-1524 には北部でチチェン・イッツァを中心とする文明が栄えた。チチェン・イッツァの衰退後、12世紀頃にマヤパンが派遣を握り、15世紀中期までユカタン半島北部を統治した。マヤパン衰退後は巨大勢力はどこの地域にも出現せず、スペイン人の侵入に至るまで軍省勢力が各地に拡挙していた。またこの時期はが 坂になり、コスメル島などの港湾都市や、交易都市が、カカオ豆やユカタン半島の塩などの交易で、繁栄した。1492年に、クリストファー・コロンブスが、アメリカ地域に到達したときは、未だ、マヤ地域にまでは到達していなかった。ヨーロッパ人が初めてマヤに姿を現すのは、1517年の、フランシスコ・イルナンデス・デ・コルドバの遠征によってである。 この時の遠征は失敗に終わったが、翌1518年には、フアンデグリ・ハルバガトゥルムに到達し、文明の高さに共嘆している。その後スペイン人による本格的な侵略が始まり、1524年には、ペドロ・デ・アルバラードによって、マヤコーチのキチェ人が征服され、この地方はグアテマラとして、スペインの支配下に入った。ユカタン半島北部もまた、 フランシスコでモンテーホによって1527年に侵略が開始されたが各都市の強い抵抗にあって二度撤退し1540年にユカタン西岸にカンペチェ1542年に半島北部にメリダの町を建設して足がかりとし1546年にこの地方を制圧したこれらコンキスタドールの活動によって マヤ文明の北部と南部はスペインの支配下に入ったが、密林の広がるマヤ帝地南部をはじめとする内陸部の征服は遅れ、この地域には未だマヤ文明の諸国が残存していた。これら諸国はその後も150年以上独立を保っていたが、1697年に最も遅くまで自立を保っていたペテンボンチのタヤサルが陥落、マヤ県全域がスペイン領に併合された。 標識遺跡は、グアテマラ、ペテンテイチに所在するティカルの北方の和クトゥン、遺跡である。下記のような先古典期中期から古典期後期までの時期区分名が用いられる。他の遺跡にも、独自の時期区分がありつつも比較検討のために、和クトゥンの時期区分名が使用される。ただし、ユカタン半島北部やグアテマラ高地の遺跡には、適用されない。らの記録から、 16世紀には以下のようなマヤ系諸生体内主王国があったと考えられている。マヤ文明が政治的に統一されたことは歴史上一度もなく各地に無数の小都市が分立する政治体制が作られていた。ただし各都市間に上下がないわけではなく有力都市が周辺の小都市を従属させて優越王となりいくつかの大都市の勢力圏に 文明県全域が分割された時期と、小都市国家が並立する時期が存在した。マヤの王は、半ば、超自然的な存在とされており、トウモロコシ神と同一視されていた。トウモロコシが地面に植えられて再生するように、死んだ王も復活すると考えられた。王位継承は、厳密に父兄により、長男に優先順位があった。 そうしないと応答が耐える場合にのみ女性が即位した。ただし、古典気候期には、ナランホの、六の空、ワクチャニルアハウ女王やる、ペルーのカベル女王のように実質的な支配者として、君臨した例が見られる。マヤ文明においては、各都市は、頻繁に戦争を行っており、これによって、勢力圏は大きく変動した。マヤの戦争においては、敵の王や、 貴族などを生け取りにすることが非常に重要であり、王が捕らえられた都市は威信を大きく落として、衰退の道をたどる者が多かった。捕らえられた王や貴族は、公衆の前で侮辱され、虐待された後に首をはねられたり、生贄として殺害された。しかし、生き延びて、勝者の進化となり、帰国して福井することもあった。マヤ文明は、他のべての新大陸文明と同様、 鉄器を持たず、石器が広く使用されていた。金や銀、銅などの金属使用は9世紀頃から存在するが、銅器も装飾品としての利用に限られており、基本的には金石平洋時代であったと言える。刃物には、脱製石器が用いられ、材料としては、黒曜石とチャートが主なものであったが、脆いものの切れ味の鋭い黒曜石製の石器の方が価値が高か。 しかし黒曜石は、ユカタン半島においては産出せず、文明圏南部のマヤ高地にのみ産出したため、重要な交易品の一つとなっており、現在のグアテマラ市に位置するカミナル冬やホンジュラス部に位置するコパンのように、黒曜石の交易を握ることで大都市に発展した、ところも存在した。装飾品としては貴金属も存在したが、何よりも翡翠が沈潮された。また、 ケツァールと呼ばれる鳥の波も異神材として沈徴された。マヤ文明には、牛や馬のような輸送用の家畜が存在せず、物資の運搬は主に人力によった。例外として、河川流域においてはカヌーによる輸送が行われ、また後古典気に入ると、海上輸送が成長して、トルムなどの海港都市も発達するようになったが、海や河川の存在しない、 マヤ定地の大部分においては最後まで輸送は人力を主としていた。この輸送力不足を補うため、各都市の中心から周辺地域には作部と呼ばれる漆喰や小石による舗装道路が張り巡らされていた。車輪付きの土偶が出土するなど、車輪の原理は知られていたが、輸送などに実用化されることはなかった。農業技術については、 地域の特性に合わせた様々な工作方法が利用された。マヤ文明には多文明のような大河が存在しなかったものの、小規模な河川が流れる地域においてはその水を利用した観濃工が行われた。マヤ定地には河川がほとんど存在しないものの、地盤が石灰岩でできているこれら地方においては、セノーテと呼ばれる天然の泉が点在しており、その水を利用して、 農耕を行っていた。産地においては、段々畑を作って作物を植え、湿地では一定の間隔に幅の広い溝を掘り、掘り上げた土を溝の縁に上げそのり土の部分に農作物を植えた。定期的な溝さらえを行うことにより、越えた水底の土を上げることによって、自然に肥料分の供給をして栽培される農作物の収量を伸ばすことができた。 また、焼き綿、ミルパ農法も行われた。家畜として存在したのは犬だけだった。他に、野生の七面鳥、蜂、鹿、パカ、ペッカリー、その他の野鳥や魚が食用とされた。マヤ文明の主食はトウモロコシであり、マヤ地域どの都市においても、経済の根幹をなすもので、例外なく広く栽培された。トウモロコシは、 アトレというトウモロコシ状ヤタマルと呼ばれる虫団子して、主に食された。トルティーヤもマヤコーチにおいては千個天気より食べられていたが、マヤ定地においてはアトレヤタマルが主であり、トルティーヤが食べられるようになるのは五個天気にいるてからだった。このほか、各種の豆やカボチャも重要な作物であり、広く栽培された。マヤ文明においては、 ラモンの好みが主食となっていたという説が唱えられたこともあったが、当時の地層、日本考古学用語では、土層からほとんど出土しないために食料としてはそれほど使用されていなかったと考えられている。香辛料としては唐辛子が重要だった。マゲー、リュウゼツランの蜜水から作られるプルケや蜂蜜から作られるバルチェシュという蜂蜜種は儀礼に用いられた。 タバコも重要な儀礼用作物であった。7世紀頃のパレン家においてはすでに神がタバコを食いらすレリーフが発見されており、この頃にはすでに喫煙の習慣が始まっていたことを示している。カカオは飲料の材料として珍重されており、文明末期には通貨としても使用されていた。カカオは高温多湿のマヤテ地チ南部における主要攻易品ともなっていた。 蜂蜜も低地頭部において生産され、貴重な甘みとして交益品の一つとなっていた。家畜も存在せずなおか使う習慣もなかったために、乳製品の飲食文化は全く存在せず、また動物性食品は食したものの都市周辺の開発の進化によって、狩猟対象となる野生動物が激減したため肉の消費は少なく、植物性食品が食生活の中心となっていた。 医療原料としては、綿花が、マヤ地域の全域で栽培された。マヤにおいて、交易は重要であり、北部の塩や中部のカカオ、南部の翡翠や、黒曜石などが、盛んに交易された。この交易網は、マヤ都市間のみにとどまらず、メキシコ高原や中央アメリカといった、近隣地域、さらには、アメリカ西部で産出される、トルコ石が、マヤ遺跡から出土していることから、 近隣文明も含めた大規模な交易網が確認できる。メキシコ高原の諸文明との関わりは特に深く、4世紀中頃にはメキシコ中央高原のテオティワ間の影響がマヤテイチ南部のいくつかの土地に見られ、またチチェン一茶においてトルテカ文明との交流の痕跡が認められるなど、中央高原の諸文明がマヤ諸都市に何らかの政治的影響を与えたと見られる。 時期も存在する。ただし、メキシコ中央高原とマヤ諸都市が同一の政治権力のもとに統合されたことはなく、15世紀後半から活発に勢力を拡大したアステカ帝国も、マヤに対しては活発に攻撃を行うだけで軍事的侵攻を行うことはなかった。マヤ文明の多くの都市にはピラミッドが建設されていた。ただし、エジプトのものとは違い、 上部に神殿が建設されており、その土台としての性格が強かった。最古のマヤのピラミッドは、紀元前1000年頃の聖バル遺跡で確認されたものである。こうしたピラミッドは、ウィズ山と呼ばれていたように、山岳信仰の影響の下で人工の山として作られたものだった。こうしたピラミッドは、古いピラミッドを基礎としてその上に、新たなピラミッドを作ることが常であり、 2016年11月には、チチェンウィッツァで2層のピラミッドの下に3層目のピラミッドが発見されたと報じられた。建築技術も進んでおり、セメント、漆喰、焼成レンガなどを使用し、持ち送り式アーチ工法など高度な建築技術を持っていた。マヤ文明では二重新法を使用しており、また独自に例の概念を発明していた。また、 高度に発達したマヤ文字を使用していた。数字は、点、お一、横棒、太陽模として表現したり、独特な小形文字で表現された。絵文書も作られていたものの、それらの多くは1562年頃に、スペインの聖職者である、ディエゴ・デランダによって、異端のとして粉書されてしまい、現在残る絵文書は4点のみである。マヤの小読みとして、 最も基本的な暦は、ソルキンとハーブの二つである。前者は一周期を260日、13の数字と、20の日が毎日変化するの周期で、宗教的、儀礼的な役割を果たしていた。後者は一年、1トゥンを360日、20日の18ヶ月とし、その年の最後に5日のワイエブ月、ウェアブを追加することで365日とするもので、ある。 ソルキンとハーブの組み合わせが一瞬するのには、約五十二年、三百六十五五十二イコール二六十七十三かかり、これをカレンダーラウンドという。なお、この二種類の暦は、マヤに固有のものではなく、メソアメリカ全体で用いられた。スペインによる植民地化の後も、二十世紀頃になるまで、簡易化した形で残っていた。ソルキンとハーブの他に、 紀元前3114年に置かれた、基準日からの経過日数で表された、長期歴と呼ばれるカレンダーも使われていた。これもマヤに、固有のものではないが、石碑、記念碑、応募の壁画などに描かれていて、年代決定の良い資料となっている。この暦は次のように構成されている。ハーブ歴のウルーについては、そのずれを調整しなかったが、 新月が全く同じ月日に現れる、メトン周期、六千九百三十九点六日を把握していたことが、ドレスデンコデックスやコパンの石碑九点五零すなわち三百六十九トゥンプラス二十五になる、イコール六千九百四十9日曜日の間隔を記載することによって、実際には季節のズレを認識していた可能性やパレンケの太陽の神殿、十字架の神殿、 葉の十字架の神殿の彫刻に長期歴の起源の記載とハーブ歴と実際の1年の値である365.2422日との差が最大になる1.185.00長期歴の起源から約755年経過した時点の記載がありこれもマイア人が1年を365日とした場合の季節のズレを認識していた証拠とも考えられる かつては、現在通用しているグレゴリオ歴の三百六十五点二四二五日、四百年間に九十七日の、ウルービよりも新地に近い、三百六十五点二四二零日が、その答えとされていた。これは、科学工学技術者のジョン・イー・ティープルが九百三十年代に、唱えた、決定地理論と呼ばれる説で、アメリカのマイア学の権威とされたエリック・トンプソンが、認めたため、 現在でもルフしている説であるがその誤りが判明している。カラクムル遺跡にある十五回目のカトゥン、零点零、零、七百三十一年を祝う石碑が七本あるが、その一年前に修正がなされており、太陽年を意識して二百一日分を加えている。これを太陽年を最初から想定していたとすると一年を三百六十五点二四二一日。 3845年間に931日のうるビとしていたことになる。また、キリグアの785年を刻んだ石彫りで212日を追加する修正が見られる。グレゴリオ歴では215日であり、太陽年で正確に計算すると214日の誤差となる。これを太陽年を想定した1年の日数とすると365.2417日。 3898年間に942日のウルービになる。単純に考えれば肉眼のみの観測で非常に精度が高い値で修正を行っていること自体は驚くべきである。実際にはグレゴリオ歴のように暦の一年を意識して計算しているものではないため精度の高い暦を使っていたということはできない。ニューエイジ関連の書物では マヤの長期歴は2012年の当時付近、12月21日から23日までで終わるとされ、その日を終末論と絡めた形で、ホッピ族の予言も成就する、2012年人類滅亡説とする。しかし、ホトンベルトの存在は皆無に等しく、ホトンベルト関係の予言は、非常に信憑性に欠けた予言であり、さらに、マヤの小読みは原サイクルが終了しても、 新しいサイクルに入るだけで永遠にしまわないという見方もあり、多くのマヤ文明の研究家たちも終末説を否定している。また、2010年から2011年にかけて、グアテマラ北部の旧世紀頃の遺跡を調査したアメリカの発掘チームは、月や惑星の周期を計算したマヤサイコのカレンダーを発見し、その結果、2012年の終末を伺うものは、 見つからなかったと2012年5月11日付の米科学史サイエンスに発表した。この他、カール・コールマンの計算によると、マヤ歴の最終日は2011年10月28日との説もあった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。